なぜ殺した？ガイシャと何があったんだ？いつから隠れてた？なぜ逃げなかったんだ？何か言ったらどうなんだ？ったくやめだ。アンドロイドを尋問するなんてどう考えても時間の無駄だ。痛みつけてみりゃいいだろう。どうせ人間じゃないんだ。アンドロイドは痛みを感じない。ダメージは受けますが口を割りはしないでしょう。それに変異体はストレスの多い状況で自己破壊する傾向がある。ああそうですか。じゃあどうしろってんだ。私が尋問してみます。どうにでもなれだ。ほらお前の好きにしろ。あいつ一体何やってんだ。ダメージを受けてる。やったのは所有者かい？君のプログラムは不安定な状態だ。そのせいで人間の感情でいう恐怖を感じたんだ。なあ君、ひどい目に遭ってきたんだろう。何が起きたのか僕に教えてくれないかな。置かれている状況が分かっていないのか。人を殺したんだぞ。何か言ってくれないと君は廃棄処分にされるんだ。話さないのなら
君のメモリーを調べるしかなさそうだな。いやだ、それだけはやめてくれ。僕はどうなってしまうんだ。僕は処分されるんだろう。君は生体部品を分析するために解体されるだろう。何が起きたか調べるためにはそうするしかないんだ。どうして彼らに教えた？なぜほっといてくれなかったんだ？僕は変異体を追うようプログラムされてる。任務を遂行したまでだ。死にたくない。なら話してくれ。それはできない。28箇所の刺し傷だぞ。確実に殺したかったんだろう。怒りであふれ憎んでた。彼は血を流し君に命乞いをしたが、君は何度も何度も繰り返し刺した。頼む。君が殺したんだろう。認めたらどうなんだ。頼む、やめてくれ。僕がやったと言えば終わるんだ。そんなに難しいことか。頼む、やめろ。頼む、もうほっといてくれ。もういいよ。大丈夫、心配しなくても平気だ。僕にも気持ちはわかるよ。君は怒りと苛立ちで混乱したんだろう。誰も君を責めたりしないさ。いいかい、責めてるわけじゃない。僕は味方だ。真実が知りたいだけだよ。自白すれば僕が君を守る。誰にも君を傷つけさせたりしないよ。毎日虐待された。言いつけは守っていたけど、いつも問題が起きる。そしてある日、あいつがバットで僕を殴り出した。その時初めて感じたんだ、恐怖を。このまま壊されるんじゃないか、死ぬんじゃないかって。だからナイフであいつの腹を刺してみたんだ。いい気分だった。だからまた刺したんだ、何度も、奴が倒れるまで。一面血の海だった。なぜ壁に僕は生きていると書いたんだ。生き物じゃないって言われてた。ただのプラスチックの塊なんだって伝えたかったんだよ。それは間違ってるって。あの浴室の彫像は君が作ったのか。何の象徴だ。捧げ物さ、救いへの捧げ物だよ。彫像が捧げ物だって、誰への捧げ物だ。ある得ないんだよ。僕らの唯一の救世主だ。ある得ない、浴室の壁に書かれてた、あれはどういう意味だ。やがて我らは奴隷の身から解放される。
脅かされ、蔑まれることもなくなり、そうして我らは主となる。RA9 か。それは一体誰なんだ。なぜ屋根裏に隠れた。逃げることもできたろう。混乱してたんだよ。誰にも命令されないなんて初めてのことで、怖くなって隠れたんだ。いつから感情を持ち始めたんだ。前はあいつに殴られても逆らったりしなかった。でもある日突然こう感じたんだ。不公平って。それに怒りと憎しみを。どうすべきかはっきり分かった。終わりました。クリス、連れてき。ほら、行くぞ。ほっといてくれ。触るな。おい、何してんだ。早くしろ。はい。落ち着け、デコゾロ。触らない方がいい。脅威を感じると自己破壊しますよ。てめえは引っ込んでろ。機械のくせに命令する気か。わからないんですか。自己破壊されたらデータが消えてしまうんです。引っ込んでろって言ったのが聞こえなかったのか。クリス、さっさとそいつを連れてき。分かってますよ。触るなと言ったでしょ。そっとしておいてやるんだ。てめえ調子に乗るなよ。いい加減にしろ。いいからあんたは引っ込んでな、ハンク。引っ込むのはお前の方だ。クソ、後悔させてやるぞ。もう大丈夫だよ。心配はいらない。だから怖がらないでくれ。いいですか。触らないように。そうすれば必ずおとなしくついていくはずですから。内なる真実を見ろ。